願いいたします。まずは一番オープニングを飾っていただきました芦屋山手太鼓の皆さんはどちらにおられますでしょうか。会場の方に、会場の方にいております。大きな拍手を。続きまして、和太鼓集団光の皆さん、どうぞ拍手。はい、そして続きまして流通科学大学和太鼓部の皆さん、大きな拍手。続きまして和太鼓いぶきの皆さん、そして、どんどんいきます、まだまだあります、太鼓集団鼓舞堂の皆さん、そして今日はちょっと遠い和歌山から来てくれました、原圭司さん、そして続きまして、関西三宅会の皆さん、はい、おりますね、散らばっておりますが、ありがとうございます。そして和太鼓集団ウコンサコンの皆さん、続きまして太鼓集団古城園、どこですか、はい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 、続きまして和太鼓マサの皆さん、どんどんいきます、琉球国祭り太鼓の皆さん、どちらに、どちらに、ありがとうございます。そして二人でもいい舞台を見せていただきました、ザ・フルーツのお二人、そして、温かい雰囲気の演奏でした連光部さん、そして飛び入りながらにもさすがやっぱり、盛り上げていただきました和太鼓飛龍、ありがとうございます。そして、今回ゲスト出演させていただきました木村雄一さん、そして、恐縮ですが私たち古学習賞でした、どうもありがとうございます。そして今日来ていただいた校庭のお客さんの皆さん、ありがとうございました。それでは最後木村さんの
とうございました。それでは。